ジョン・エドワード・ファレルは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、モンマウスビーチ出身の元プロ野球選手、プロ野球監督、ウト右ミギウチ。息子のリュック・ファレルもメジャーリーグ選手である。1984年に、オクラホマ州立大学からドラフト2巡目で、クリーブランド・インディアンスに指名され入団。1987年にメジャーデビューし、翌1988年には、 自己最高の14章を挙げている。1990年に右肘を痛め、その後2年間を全休。1993年にカリフォルニア・エンゼルスで復帰するが、怪我前の状態に戻ることはなく、1996年、限りで現役を引退した。現役引退後は、オクラホーマ州立大学のアシスタントコーチを経て、2001年から2006年まで、 クリーブランドインディアンスの選手育成部長を務めた。2003年にはタデニア数人の入団テストを担当し、マイナー契約を結んでいる。2006年10月17日、ボストンレッドソックスの投手コーチに就任。テリー・フライコーナ監督とは、現役時代からの友人であった。投手部門をフランコーナ監督から一任され、就任1年目の2007年は、 チーム防御率がリーグ1位となり、レッドソックスはワールドシリーズ制覇を果たした。選手との対話を重視し、無理をさせない、起用法で4年間の在任中に、ジョン・レスター、クレイ・バックホールツをーリーグを代表する投手に育て上げた。特にカッターの指導には定評があった。松坂大輔とは調整法をめぐって衝突することもあったが、次第に信頼関係を構築し、 最終的には、良き理解者となっていた。投手コーチでありながら、マニーラミレスから非常に厚い信頼を寄せられていた。2010年10月25日、優待したシトガストンゼン監督の公認として、トロントブルージェイズの監督に就任した。2012年10月20日、ボストンレッドソックスの新監督に就任することが決まった。ブルージェイズとの契約を1年残していたため、 トレードでの遺跡という形になった。2013年、チームを地区優勝、リーグ優勝、ワールドシリーズ優勝に導いた。2015年8月14日から、リンパッシュの治療のため、シーズンの残り試合を欠場することになった。監督代行には、ベンチコーチの通りロブロが指名された。この日までチームは50勝64敗で、地区首位まで13ゲーム差の再開であった。 10月23日、リンパシュは寛解したと報道された。2016年から2017年にも連続で、チームを地区優勝に導いたが、両年とも、ディビジョンシリーズで敗れ、リーグ優勝を果たすことはできなかった。2017年10月11日に解任が、発表された。2018年3月14日に、シンシナティレッツのスカウトに就任した。ありがとうございます。